皆様のおかげさまで YouTube の収益化条件をクリアすることができました。本当にありがとうございます。黒木慎之介の人生宝探し TV、 人生のお宝を発掘して世の中に生かす番組です。元一部上場企業のシステムエンジニア、元人気ラジオパーソナリティ、生来のスピリチュアルな感性とロジカルシンキング、あなたに魂の解放と素敵な未来をお届けいたします。YouTube 収益化というのは、チャンネル登録者数1000人以上、そして、1年間、過去1年間の、視聴時間、総視聴時間が4000時間以上という、条件をクリアにした、上で、達成されます。YouTube の動画を、アップロードし始めて、去年の9月、10月頃からね、スタートし始めて、まあ、9ヶ月、程度経ちましたけれどもね、ようやく、達成することができました。皆様のおかげさまです。ありがとうございます。で、収益化がね、達成すればどういうことがあるかというとですね、YouTube の動画一つ一つ、まあ、条件を満たした YouTube の動画一つ一つに対して、例えばポップアップ広告が表示されたりとか、あるいは、動画の途中とかね、動画の前後に、コマーシャルのように、広告が表示されてですね、その広告が表示されるということで、広告収入が我々に、入るというような、そういう仕組みなんだそうです。で、その振り分けとかね、動画の内容が広告を出すのに適切かどうかっていうのを、AI がね、チェックされているみたいでですね、僕の動画の中で、例えばラテアートの動画があるんですけれどもね、ラテアートの動画の広告は、やっぱりね、コーヒーとかね、ラテアートに関係するような広告が出ていましてですね、で、スピリチュアルなお話をしているようなね、そういうもう本当にコアな、スピリチュアルな話をしているような動画には、本当にね、スピリチュアルなセミナーの、動画広告がね、出てたりとかしてですね、人工知能ってすごいんだなっていうふうにね、改めて感じています。で、以前聞いた話ですと、YouTube をされている方々の中で、収益化を達成した、人の割合っていうのが全体の 15% だったと、なんだそうです。で、ずっと、半年以上前に聞いた話ですので、もしかしたら今はもっと少ないかもしれませんけれどもね。で、やっとスタートラインに立てたのかなということでね、これからも、頑張っていこうと思っています。で、現時点でですね、ターゲットをまだまだ絞りきれてないなっていうふうにね、まあ、以前からそう感じていましてですね、例えば、20代以下の若者の皆さんであるとか、あるいは、日本の中でもね、年間、自殺者が3万人以上いるっていうふうに言われていますけれども、そういった方々に対して、何かその踏みとどまるような、お話ができればいいなっていうのはね、以前から思っていたんですけれども、例えば一言に20代以下の若者の皆さんとかね、例えば自殺される方々って言ってもね、一言で、言えないなっていうふうに思うんですよね。だからそういう分け方ではなくて、もう少しギュッと絞ったような分け方を、ターゲットを絞ってやっていきたいなっていうふうに、あとね、この数日ずっと考えてたんですよね。で、僕自身が物心をつく前から、生死の境をさまようような、深刻な体験をね、何度も何度も繰り返していっていますので、死ぬことについてはね、他の方々よりも、まあ、長けていると言いますかですね、まあ、経験値が多いかなと思うんですけれどもね、もしそれを知ってか知らずか、僕のところには、死にたいんですっていう風なね、方々も相談に来られましてですね、で、よくよくその方々の話を聞いていますとですね、大きく分けて2つのパターンに分かれるかなと思っています。1つはですね、本当にこれまでずっと頑張り続けてきて、頑張ってきたんだけれども、もう頑張っても、どうしようもないっていうところまで来て、もうなんか精神と体がもう追いつかなくなってきて、で、もう、すごく疲れてるんですみたいな感じでね、これ以上もう自分はどうしようもないんですっていうようなね、要はその方から見ていると、もう第三者の僕から見ていると、あ、この人すごく リハビリが必要なんだなっていうふうにね、思うようなタイプ、これが一つ目のタイプです。で、二つ目のタイプとしては、生きていてもこれ以上生きていてもね、いいことがないならね、死んでしまいたいですっていうようなことをおっしゃるようなタイプです。この方は、言い換えるとですね、生きていて楽しいことがいいことがあるんだったら、もっと生きていたい、もっとワクワクしたい、
本当にやりたいことを見つけたいっていうね、そういう、気持ちの、まあ、あの裏返しといいますかですね、遠回しに、言っているんですよね。言ってることは同じなんだけれども、表現方法が違うといいますかですね、どこにフォーカスするかっていうのは違うっていうことでですね、本当は、自分をね 100% 生かしてね、生き生きと生きていきたいっていうね気持ちがあるんだけれども、それが叶わないから、死にたいっていうふうにね、おっしゃっているっていうね、これが二つ目のタイプです。で、この二つのタイプについて、僕はこれから特化してね、お話をしていきたいなというふうにね、思っています。この YouTube では、その、二つのタイプですね。つまりどういうことかというと、人生の宝を探したい。まさにね、この番組の、テーマでもある、人生宝探しというね、ことについて特化して、お話をしていきたいなというふうに、この数日ね、ずっと考えて、結論をつけました。皆さんからね、たくさんのものを引き出したりとか、あるいは、あなたを花にするですね。は、心の平安を取り戻す、魂を解放したいっていうようなね、そういった、お話を、させていただきたいなというふうに思っています。どうぞよろしくお願いします。これまで、いくつかのね、動画のシリーズを作らせていただいていまして、一つは、YouTube 人生相談、そして二つ目は、有名人を勝手に鑑定してみた。はい、それ以外に、いろんなパターンを、展開させていただいていますけれども、今後は、ライブもね、増やしていきたいなというふうに思っています。仕組みとして、Facebook と YouTube に同時にライブ配信するような仕組みがあるみたいですので、それをまあ活用していきたいなというふうに思っています。で、今現在、僕のあのインターネットのネットワーク環境と、あとパソコンのね、スペックが低いということがありましたので、これらを、改善していこうとしているところです。早ければ6月中、まあ7月頭ぐらいには、改善されるのかなと、光ファイバーを引いたりとか、新しいパソコンが届いたりとか、いうようなことがあると思いますのでね、今後は、ライブをね、展開していきたいなと思っています。どうぞお楽しみにしてください。で、YouTube が収益化されましたので、ライブをするときにですね、なんて言いますかね、スーパーチャットとかね、スーパーステッカーとかね、なんかその投げ銭みたいなね、おひねりみたいな感じでね、いろいろ50ドルを、お渡ししていただくとかね、いうようなこともあったりできるそうですのでね、僕自身もね、あ、それ、そんなサービスをね、活かしていきたいなというふうに思っています。これからもね、楽しい動画をどんどん出していきたいなというふうに思っていますので、どうぞお楽しみください。できるだけ、定期的に、出していきたいなというふうに思っていますのでね、見てやってください。チャンネル登録もよろしくお願いします。今日はこの辺でさようなら。黒木慎之介の人生宝探し TV、 人生のお宝を発掘して世の中に生かす番組です。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。